どうもこんばんは、モンゲライダーひろやです。今日はですね、長野市中心部の夜を徘徊します。ということで、これがね、長野駅です。なかなか立派じゃないですか、長野駅。もちろん新幹線も止まりますしね、長野新幹線で。このデザインね、このデザインが僕好きなんですよね、長野駅。結構県庁所在地の駅はね、このデザインにこだわってる駅っていうのもね、まあ代表格って言ったら金沢駅ですけどね、まあ東京駅とかもデザインはね、もう長年あのデザインでこだわってますし、やっぱ駅っていうのはその街の玄関口であり顔ですからね。で、長野駅のその顔もね、なかなか素晴らしいイケメンな駅ですね。ということでね、今日はちょっとこの長野のこの街をね、ブラブラしたいと思います。いや、これがね、信州の首都長野駅前の様子ですよ。いやー、なかなか栄えてますよね。不思議ですよね、この長野市って。こんな山深いところのちょっとしたこの平野にね、こうやって街を作ってるんですからね。そう考えると、その人間の力ってすごいっすよね。で、この道がね、駅前から、こっちが駅なんですけど、この駅前からずーっと伸びていくと。で、最終的には善光寺に着くということですね。見てください。参道らしくね、こんなちょっと凝ったね、こう、オブジェもありますよ。遠くとも一度は参れ善光寺っていう言葉があるぐらいね、善光寺っていうのはもう長野の一番の観光地であり目玉ですね。僕もね、日本一周の時はね、善光寺参りました。良かったですね。今日はちょっともう日が暮れてるんで、で、こっからね、地味に2キロぐらいあるんでね、善光寺っていうのは。今日はちょっとやめときますけども。要するにこの道が善光寺の参道ですね。なかなか賑やかな道です。人通りも多いですね。さすが一番の観光名所に続く道って感じですね。いや、本当に一地方都市としてはなかなかの活気があるんじゃないですか？長野っていうのは。人も多いし、街も明るいしね。今日はちょっとね、長野で一杯やろうかと思ってるんですけどね。どっかいいとこないかな、この辺に。結構いろんな美味しそうな店がたくさん並んでますね。これも長野名物の店なんですかね。恋が愛に変わるとき、一体何の店なんでしょうね。よくわかんねえな。で、今ちょっとね、駅前の方から、まあ少し歩いてね、次は、長野一の歓楽街、権堂を歩いてみようと思います。この信号の向こうがね、権堂町ですね。まあ東京でいう歌舞伎町みたいなもんです。信州一の歓楽街は果たしてどんな感じなのかね。ちょっとプラプラしてみましょうか。先ほどのね、あの駅前の、まあ繁華街とはまたちょっと違った雰囲気でね、ちょっと夜の香りがしてきますね、この街は。ここが権堂町です。無料案内所とかもね、いっぱいありますね。まだ時間的には今8時半過ぎなんでね、まだちょっと早いんですけどね、夜の街が活気が出てくる時間帯ではないんですけど、でもやっぱりこう、ここも元気がありそうですね。
やっぱね、夜の街が元気なところはね、街が元気なんですよ、昼も。活気を感じるな、やっぱ長野っていう街は。正直、まあ、岡山政令指定都市ですけどね、なんか岡山より活気がある気がしますね。ちょっと路地を入るとね、今度はちょっと昭和の匂いがしてきますね。昔ながらの店っていうのがこの辺多いんかな？スナックオリーブ。昔からあるんやろな。すごいよな。このコロナ禍を乗り越えたんでしょうね。すげえな、この、なんでしょうか、これは。なんかレジャービルなんかな？あ、なんか全部スナックが入ってんのかな、このビルは。よくわかんないですけど。